ネイピア教ネイピア家の紋章ネイピア教は、スコットランド貴族のロード・オブ・パーラメント、アーチボルド・ネイピアが1627年に、上されたのに始まる。インド総督代理を務めた第10代、ネイピア教、フランシス・ネイピア・スコットランド王・ジェームズ6世の、帝審アーチボルド・ネイピアは、1627年3月2日の、直居場で、スコットランド順段尺くらいの順段尺。 ついで同年5月4日の直居場で、スコットランド貴族爵位マーキストンのネーピア教に、除せられた。その後のイングランド内戦に際して彼は、初代モントローズ公爵、ジェームズ・グラハムと共に、王党派として行動し、キルシスの戦いに参加している。初代教の死後、その息子のアーチボルド・ネーピアが二代教を継承し、二代教の死後はその息子、 アーチボルド・ネイピアが三代教を継承した。三代教には子供がなかったため、1677年にネイピア教諭を一同王冠に変換し、彼の姉妹への継承や姉妹の子孫について女系継承を可能とする継承規定を付け加えた上で再び与えられた。三代教の死で初代教の男系男子は耐え、順段爵位は休止となったが、ネイピア教委は、 上記の追加規定により二代教の長女ジーンと第三代、順断尺、トマス・ニコルソンの間の長男である第四代、順断尺、トマス・ニコルソンに、女系継承されて存続した。彼は、子供のないまま創生したので、叔母のマーガレット・ブリスベンが五代女教を継承した。彼女の死後は、その娘エリザベスと、第二代順断尺、ウィリアム・スコットの子である第3、第三代順断尺、 フランシス・スコットが六大教を継承した。この継承に際して彼は、スコット制からネイピア制に改正した。以降は六大教の直系の男系男子によって継承されていく。八大教、フランシス・ネイピアは、スコットランド貴族の貴族代表議員や、スコットランド教会総会への直視、フリーメイソンのスコットランドグランドロッジの最高指導者グランドマスターなどを歴任した。 重大教、フランシス・ネーピアは、外交官として、各国公使、大使を歴任した後、植民地インドに赴任し、マドラス総督、ついでインド総督代理を務めている。帰国後の1872年7月16日の、直居場で、連合王国貴族爵位、セルカーク州におけるエトリックのエトリック男爵に除された。これにより以降の当主は、 自動的に貴族院議員に列した。現在の党首は15代以降、フランシス・ネーピアである。現在の党首フランシス・ネーピアは以下の爵位、順段爵位を保有している。ケーフズ、ありがとうございます。